2013年7月7日に、リオデジャネイロの総価学会が披露したカタルーニャ式六段ピラミッド。本文にある諸問題を克服して美しい三角形が形成された。三角形の形状を保つために、頂上に子供を配置していない。2012年ニュージーランドピラミッドビルディングの、霊ピラミッドの霊人間ピラミッドとは、 組体操の大技の一つで人間円筒と並んで演技のクライマックスで披露される。四つん這いになった左右下段の演技者の背中の上に同じ姿勢の演技者を積み重ね上に向かって細くなる三角形状の組み上げを行う。本来は形は問わず二人以上で組んで行う組体操はすべてピラミッドビルディングと呼ばれ略してピラミッドという人間ピラミッドは 通常3段または4段で披露される。2段目は1段目の後方から登るが、3段目以上はそれが困難になるためピラミッドの側面から登る。ピラミッドが組み上がると構成員は頭を上げ5秒から10秒程度静止する。頂上のメンバーが立ち上がる場合もある。演技の最後には一斉放落によってピラミッドを分解する。 ピラミッドが完成した最も高い状態から演技者がうつ伏せに寝る最も低い状態へ瞬時に変化する。この動作は観客に驚きを与える。1982年、西部球場で行われた組体操で7段ピラミッドの演技が現在知られる最も高いピラミッドの一斉崩落である。5段を含めそれ以上のピラミッドの一斉崩落は事故の危険を伴うので、 肉体的技術的訓練が高度に進んだメンバーしか披露できない。1998年、ブラジル、リオデジャネイロ、マラカナンズイーニ屋内競技場での7段ピラミッドの演技では一斉放落を行わず頂上のメンバーの飛び降りが行われた。この演技は一斉放落とは逆に演技者がうつ伏せに寝る最も低い状態からピラミッドが完成した。 最も高い状態へ瞬時に変化する。あるいは観客から見てそう感じられる。通常は3段、あるいは4段で行われる。3段目は自力で2段目の背中の上に飛び上がり、4段目は補助員2人の助けを得て1.7メートルの高さに、ある3段目の背中に飛び上がる。観客が受ける視覚的インパクトは一斉放落よりもはるかに強い。 逆の動作を用いることで、一斉放落と似た演技が可能である。古典的な一斉放落と比べ、この方法は安全性は高い。両者を組み合わせると、瞬間起立と一斉放落を繰り返すことができる。ブラジルのリオデジャネイロやニテロイの総価学会チームが、この演技を得意とする。リオデジャネイロチームはこの技を、ミアウと呼ぶ。 日本の関西地方の中学校や高等学校の運動会でも時折見られる。5段の瞬間起立ピラミッドは4段のそれと比べると比較にならないほど難度が高く、1997年に香港の金曜体操隊が演技を披露したのが唯一の記録である。チアによる人間ピラミッド以上の人間ピラミッドは最下段の演技者が四つんばいの姿勢を取るが、 最下段立ち上がりピラミッドは最下段の演技者が起立姿勢をとる。このタイプのピラミッドは通常3段または4段で披露される。最下段が起立しているためにピラミッドでは歩行前進が可能である。歩行中に頂上のメンバーが立ち上がることは可能ではあるが困難である。したがってピラミッドの歩行が停止した時点で立ち上がる場合が多い。 ピラミッドの分解の際には、しばしば頂上のメンバーの飛び降りが行われる。1998年、ブラジル、リオデジャネイロ市の西部地区、カンポグラン地区で行われた組体操では7段の再下段規律二次元ピラミッドが披露されたが、現在のところ、再下段規律型では世界最高である。その高さは4段円筒以上、5段円筒以下であった。クリープによる、 速報崩壊を防ぐため、速報及び後方の複雑な補助構造が用いられた。ピラミッドが巨大であるために構成員の負担が大きく、組み立ては1日に3回が限度であった。カタルーニャの人間ピラミッド平面型ピラミッドの一種で、スペインのカタルーニャの地方祭典で披露されるファルコンと、呼ばれる演技を基本とする。標準型ピラミッドと比べると同じ階層数でも、 横幅が大きく、構造的安定性が高い。そのため、6段以上の高階層ピラミッドの組み立てが可能である。カタルーニャの中心都市であるバルセローナの祭典では、7段から8段のピラミッドが組み立てられ、その上に子供が立ち上がる。バルセローナでは10段ピラミッドまで成功しているが、11段には失敗している。日本の学校では3次元ピラミッドが好まれ。 カタルーニャ式はあまり披露される機会がない。比較的少人数で大きなピラミッドを作ることができる。例えば7段ピラミッドの構成員は28人で、後方に5人の補助がつく。横幅は高さよりも大きく、正三角形より少し広い二等辺三角形を理想形状とする。最下段は標準型と同様の四つんばいの姿勢をとる。 その他の構成員は両足を伸ばし腰を折った中腰姿勢を取る。ピラミッドの次長は構成員の両足と両腕で支えられる。クリープ効果は小さいが重量負荷が極端に中央に集中するので中心部には高度な肉体訓練を受けたメンバーを用いるがそれでも中央部は次長で凹む。上段には体重の軽い燃焼者を置く傾向があるがそのような構成員は 身長が低いので中央部はさらに凹む。左右下段の構成員の間隔を広げるとピラミッドは横幅が大きくなり、高階層ピラミッドの組み立てが容易になるが、1回あたりの高さは低くなる。肘を曲げなければならないので、自重の効果で中央部がさらに凹む。以上の理由により、大型のピラミッドを完璧な二等辺三角形にするのは難しい。 高階層ピラミッドは後方への滑り落ちによる崩壊が起こりやすいので補助をおくいて問題を軽減する。訓練された演技者は高階層ピラミッドでありながら驚くほど早い組み立てや分解を行うことができる。人間ピラミッドにおけるクリープとその対策以上のピラミッドは立体的には三角形の壁を垂直に立てた平面的形状であり二次元ピラミッドと呼ばれる。 ピラミッドが高くなると土木工学でクリープと呼ばれる事情による構造物の変形が起こる。人間ピラミッドは自身の重みで横向きに広がり力が分散するために崩れてしまう。四段ピラミッドからこの現象が現れ始めそれ以上では顕著になる。五段あるいはそれ以上のピラミッドでは三段目と四段目に大きな横向きの力がかかる。そのため 構成員はピラミッドの中心に向かって体重を寄せ崩壊を防ぐ。二次元ピラミッドにはこのような力学的な限界がある。三次元ピラミッドの基本型はエジプトのピラミッドに類似したの立体形状であり、二次元ピラミッドの高度限界を突破することができる。各構成員は基本的に同じ姿勢をとるため、習得が比較的良いであり、七段以上の高い。 人間ピラミッドを作ることができるが、非常に多数の構成員を必要とする。1998年に、関西の NGO が、世界最初の10段ピラミッドを2基披露した。このピラミッドは、規定面が 10X10 10、計100人で構成されている。しかし、頂上部直下には4人は、必要なく2人で良いので、規定面は 10X9、計90人でも良い。 この構造を採用すれば50人以上節約でき、331人で組み立てることができる。後ろに向かって細くなる三角形状の規定面を用いると、正四面体類似の形状のピラミッドが構築される。この構造を採用すれば211人で10段ピラミッドを作ることができる。9段ピラミッドの基本構造の上部を工夫すれば、 わずか158人でも10段ピラミッドが組み立てられるが安定性に不安が残る。この構造で10段ピラミッドを披露した関西地方の学校もある。7段ピラミッドは日本の学校の運動会でしばしば披露される。それ以上になると3次元ピラミッドでもクリープの効果が顕著になるので難易度が高くなる。三次元ピラミッドは一斉崩落ができないので 分解は前方斜面上の走り降りによって行われる。ピラミッドを降りるメンバーは手足を使い、トカゲのように姿勢を低くして頭を下にして前方斜面を滑るように降りる。大型の三次元ピラミッドは組み立てにも分解にも1分以上という長い時間が必要である。瞬間規律四段ピラミッドの構造、外四段人間ピラミッドの瞬間規律方法人間ピラミッドには いろいろな組み立て方法がある。ここでは、ブラジルのニテロイのチームが披露した瞬間規律4段ピラミッドを例にとって説明する。左右下段が4人、2段目が3人、3段目が2人、4段目が1人で、4段目を持ち上げる補助が2人、計12人である。4段目は、体重の軽いメンバーを、補助の2人は身長の高いメンバーを選ぶ。 2段目の中央には大きな荷重がかかる。再下段の4人は肘を縦つま先を下にして覆魔する。すなわち腹を下にして寝た姿勢をとる。4人はできる限り近づき少し足を開く。2段目は再下段のメンバーの足の間に足を置き、姿勢を低くして頭を下げて座る。手を再下段の肩甲骨の上に置く。この時に手の位置を正確に置かなければならない。 ピラミッドが起立すると、もう修正はできない。三段目は二段目の肩甲骨の上に手を置き、足は地面を踏んで、二段目と同様姿勢を低くして、頭を下げて座る。二段目と同様に手を正しい位置に置く。最上段は三段目の肩甲骨の上に手を置き、姿勢を低くして座る。補助の二人は四段目の左右に位置し、両足で床を踏んで座り、四段目メンバーの太ももを、 両手で下から支える。この体勢で、組み立てが完了し、起立の掛け声を待つ。ピラミッドの起立は1、2、3の掛け声で行う。最下段は、福がから、四つん這いの体勢になる。この時背中を丸めず尻を突き出して、背筋をまっすぐに伸ばす。背中を丸めると二段目以上が滑り落ち、ピラミッドは崩れる。頭を上げ斜め髪型を見れば、背筋がまっすぐなる。 下を見れば背中が丸くなる。腕は肩から下に向かって垂直に位置させ肘をまっすぐに伸ばす。一回の思考のみで間違いない姿勢を取らねばならない。ピラミッドが起立すると荷重があるので手の位置の再調整はできない。一度中を曲げると荷重のためにもはや伸ばすことはできずすべての重みがそのメンバーに集中しピラミッドはそこから崩れる。四つん這い姿勢を取ると 両端のメンバーは体重をピラミッド中央に集中させ、二人の中央メンバーにわずかにもたれる。二段目は両足で床を踏み膝をまっすぐに伸ばして、自分の足で自分とその上のメンバー体重を支える。最下段と同様に頭を斜め髪型に上げ、尻を突き出し背筋をまっすぐに張る。手の位置の再調整はできない。二段目が肘を曲げたり背中を丸めたりすると、 ピラミッド全体が崩れる。起立すると2段目の両端のメンバーは中央のメンバーに軽く持たれ体重を中央に集中させる。3段目は2段目の背中の上に飛び乗る。3段目には補助いないので自力で飛び上がる。しかし2段目の背中の高さは1.2メートルあるのでこの高さまでは届かない。3段目が2段目と同時に飛び上がると跳躍高度が不足するので 後方に滑り落ち、ピラミッドは崩壊する。そこで3段目は2段目が立ち上がる直前に飛び上がり、2段目がまだ低いうちにの背中に乗る。このためには掛け声3のタイミングでは遅すぎるので、2のタイミングで飛ぶ。跳躍が遅れると2段目の背中に乗れないばかりでなく、4段目の重さに押しつぶされて飛び上がり、自体ができない。 二段目の中央は三段目と頂上の荷重を持ち上げて立ち上がるので大きな力が必要とされる。三段目のメンバーはその高さのためかしばしば肘を曲げてピラミッドを壊してしまう。頭を上げ肘と背中をまっすぐに伸ばし二人が寄り添って体重を中央に寄せる。四段目は三段目の背中に飛び乗るが高さが1.7メートルもあるので全く届かない。 そこで二人の補助の力を得てこの高さまで到達する。補助は四段目の太ももを両手で持ち上げ、自らの足の力で立ち上がり、四段目を三段目の背中に乗せるまで運ぶ。三段目の背中は滑りやすいので、四段目の足を両手でしっかりと支える。以上の動作を間違いなく、スムーズに行うと、観客からはピラミッドが自力で、瞬間的に起立したように見える。 実際には0.5秒から1.0秒の時間がかかる。ピラミッドの分解はこの逆の順序で行う。3段目と4段目は再下段の足を踏まないように、下をよく見て飛び降りる。4段目はかなり高い位置から飛び降りるので、自分の体重を支えきれない場合がある。4段目は飛び降りて、足が床につくと同時に後ろにもたれかかり、補助がそれを支える。このようにして、 起立前の体制に一瞬で戻る。よく訓練されたグループでは、以上の動作を補助なしで行うことができる。三段目と四段目が同時に飛び上がり、最下段と二段目が持ち上げる。リオデジャネイロのグループは練習で成功している。この方法を五段ピラミッドの四段目に応用できれば、補助が五段目を頂上に乗せることが可能となる。 香港の五段ピラミッドではこの方法が用いられた。日本だけでも1983から2013年度の31年間に学校における体育行事的演舞の組み立て体操において死亡を含む障害の残った事故が88件起きており危険を伴う人間ピラミッドを生徒に行わせることへの反対意見が出ている。2015年9月大阪市教育委員会は 私立小中高校などの運動会や体育大会での組体操の一つであるピラミッドの高さを5段までとする規制を採択した。ありがとうございます。